12月8日、東京の池袋で日本在住のファルンゴン学習者による反迫害パレードが行われました。中国で13年間続いているファルンゴン学習者に対する迫害の真相を隣国である日本社会にも伝え、一日も早く迫害をやめさせるのが目的です。池袋は新宿渋谷と並ぶ山手の三大副都心の一つで、一日におよそ100万人が行き交う日本有数の繁華街の一つです。主催者側によると、このようなパレードを行うことで、日本社会に中国共産党によるファルンゴンに対する迫害の真相を伝え、一日も早く迫害を終結させることを望んでいます。中国当局による迫害が始まってから十数年間、世界各国のファルンゴン学習者らは、このような平和的な方法で真相を伝え続け、国際社会が中国で起きている虐殺に目を向けるよう訴え続けています。ファルンゴン学習者の楊さんは、このように話します。時代这个地方、中国人和日本人都比较多。我们想让大家都知道我们法轮大法，同时呢，呼吁大家可以制止这场迫害，更多的人知道这个真相。1999年7月20日、当時の国家主席江沢民の命令で大規模な迫害が始まってからすでに13年が経過していますが、中国国内では未だに数千万人のファルンゴン学習者が当局による迫害を受け続けています。生きた人からの臓器狩りも未だに水面下で続いています。中国で迫害を受けたことのある秦さんはこのように話します。中共迫害法轮功13年来、那个包括目前直到现在还在中共活灾气管都在暗地里进行着。这么多的法轮功学员还在被关押。这么多的法轮功学员每他们的子女啊，因为失去了父母，多成了孤儿。新唐人テレビがお伝えしました。这是新唐人报道。这是新唐人国宝的第一报道。听到妈妈被打了，新唐人报道。为什么？我接到了。中共当地星期五公布的。有人说他是专制组织的，政府以危险组织，防党大于家防。